でみんな結構さライブで熱くなってた頃だったからまあよかったのかな。あーやだやだ、あー何それ何それ何それ、まあもうギャグは5年に一度くらいしかやらないのでも懐かしいね、楽しかったねえ、ちょっと待って、笑ってあげましてありがとう。もう七海推ししか 笑ってないかったから多分あの時、うん、ありがとう。新作はなーしないないよないよ、でもないけど、そう確かに私毎回コンサートですっごいなんかちょっと違うことをするか、うん、あそうだ、滑った時の対処法をもじゃさんに教えてもらったんだった、うん、うん、滑ったの私はないですみたいな感じにするんだって。嬉しかったな、ファン総会もじゃさん来てくださって、本当にずっとねもじゃさんにはお世話になってるので、やっぱりもじゃさんはすごいんですよ。なんかもうメンバーのなんか扱い方っていうの、そうなんかすごいんです、何を言ってもうまくこう返してくださる。そう、あ私の場合はだった、滑ったら、いやー嬉しいよ本当にね、楽しかったし、うん、盛り上がった、本当に全部拾ってくださるんです。そうもじゃさん本当にえすごいよね、私たちのもう私のこうもう小さなボケとかも全部拾ってくださって本当に優しい、すごいです。うん、あそうそうそう、やっぱね3期生もほんと面白かったし、さすがですよね。皆さんもぜひファン総会、あのアーカイブがね配信されたということなので、そうもうね超ボケやすいんです、何しても拾ってくださるっていう安心感があって、そうなんかリカさんといる時みたいな、リカさんとの MC ってもう私はとことんボケられるんですよ、もうどんなボケでも拾ってくださるから、だからそういう安心感があって、あ私もこうなりたいなって思った、私もメンバーがボケやすい、そうなんか3期生もボケやすいこう人になり、なんかボケやすいと思ってもらえるような人になりたいねえ。もう見た聞いた、すもものコメント、そうなんかアイドルになる前の自分になんて伝えたいみたいな質問があって、スモモが言った言葉、連絡先が増えるよ、ちょっと待って面白すぎる、それはもっとあったでしょうみたいな、そこが最高すぎて、うん、いやもう MVP でしたねあの日のMVP スモモ、連絡先が増えるいやー天才、うん、あのねもっとね MC で深掘りしたくなった、あの子、そうアイドルになってから連絡先が一気に増えたのよ、そのスタッフさんとかメンバーとか増えるじゃん、そうだからそれを昔の自分に言ってあげたいって、ちょっとそれみたいな、本当にそう絶対もっと何かあったんだよ、なのにそれを言うっていう、あれはね本当に良かった、私にはできないあれは、うん、だもっと引き出したいと思った、すももちゃんの面白さみんな知ってほしいと思ったな、うん、よかった、だから
私ももっと公演ね、いろんなメンバーと出たいし、私ももっと MC 頑張ろうって思いました。じゃあこの辺で配信は終わりにして、あれいいですか、ランキング読んでいいですか。じゃあ73位から今日のナナミランキング、ナナミを読ませていただきます。73位、年親父さん、ありがとうございます。読んでくよ。13位、ハードチューンヤスさん、ありがとうございます。12位、ただの平民マスルさんありがとうございます。11位、のりのさん、ありがとうございます。10位、青空さん、ありがとうございます。9位、はるさん、ありがとうございます。8位、ミスターさん、ありがとうございます。7位、しゅんさん、ありがとうございます。6位、みちおちゃんさん、ありがとうございます。5位、せってんがわさん、ありがとうございます。4位、まんちゃんさん、ありがとうございます。3位、たかのんさん、ありがとうございます。2位、日焼けさん、ありがとうございます。そして1位、みったんさん、ありがとうございます。今日はショールームがの仕様が変わってから初めての配信だったんですけど、一つね、とある検証もできて楽しかったです。いやー、今日は帰り道にね、突然雨が降ってきて、もうびしょびしょになって、お洋服も買い物したものも全部びしょびしょになって、靴もびしょびしょになって、はーと思ったんだけど、もう今日の配信でその傷は癒えました。ありがとう。また配信しますまたね、ありがとう。それではおやすみなさい。あ、この後生写真描きまーすまたねー、おやすみー。